殴ってほしいんだ。まずはこのぬるを押してみて。カラフルな色が出てきたよ。塗りたい色を選んで押してみてね。ランさんの体の色は黄色。そしたら塗りたい部分をタッチしてみて。はい、どう。あ、黄色になったよ。この調子でどんどん色を塗っていってほしいんだ。わかった、僕に任せて。ここの色は緑。ここは青。いどんどん塗っちゃえ。サンさんのお花は赤。あ、間違えちゃった。大丈夫、間違えても上から別の色を重ねられるよ。これなら間違えても安心だね。それにペンを使って自由に書き足すこともできるし、シールでデコレーションすることもできるんだ。この辺にバナナをたくさん置いてっと。じゃーん、完成。バナナだらけだけど上手に塗れたね。あれ、他にもまだ塗り絵があるみたいだよ。じゃあ次はこれを塗ってみよう。黄色と赤ね。塗り塗り塗り、塗り絵って楽しいな。細かくて難しいところはプラスボタンで大きくして塗ってみてね。ラストスパート、ぬりぬりぬり。くまりん、とっても上手だよ。じゃーん、出来上がり。そしたら保存ボタンを押して。あ、僕の塗ったサンサンが動いてる。後ろ姿もいい感じだね。それじゃあ広場に行って遊んでみよう。サンサン、こっちだよ。こっちこっち、こっちだってば。気になるお友達はグッドボタン。ノリエ
楽しい旅立つ塗り絵に僕たちが登場するんだ。クモリンやノイズにも色を塗れちゃうよ。スマートフォンやタブレットでたくさん塗り塗りしちゃおう。概要欄からダウンロードして遊んでみてね。サンサンを黄色に染めよう。塗り絵の中で待ってます。やっほー、サンサンです。つくもよ。マリルだよ。算数の宿題難しいな。つくも、ここの問題わかる？どれどれ。15+8？ こんなの簡単よ。答えは22よ。あれ違くない？15と8を足したら23だよ。やだ、本当だわ。つくもも間違えることあるんだね。難しい。私はおやつ作ってくるからね。ああやだやだ。お料理してさっきの失敗も忘れましょう。できたわよ。つくもクッキーの出来上がり。やったー、いただきます。あむあむあむ。しょっぱーい。ほんとだ、しょっぱすぎるよ。あら、やだ、あたしお塩とお砂糖間違えてる。二人ともごめんね。気分転換にお外で遊ぼっか。あ、私縄跳び持ってきたよ。よし、何回跳べるかな。私もやってみるわ。せーの。つくも、大丈夫？お部屋で休んだ方がいいんじゃない？そうね。私って何してもダメね。もっと完璧なお姉さんになりたいのに。悩んでいるそこのあなた。え？前を向いて生きていきたいですよね。クモリンクリニックでは安心安全な治療であなたの人生をサポートします。なりたい自分になろう。イエス、クモリンクリニック。クモリンクリニック。まずはお電話を。なりたい自分、これだ。クモリンクリニックへゴー。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。はいはい、どうされましたか？私、変わりたいんです。変わる？どんな風に？何でも完璧にできる最強のつくもになりたいんです。ふむふむ、お任せください。さあ、ここに寝て麻酔を打ちますからね。チクッとな。の成功には皆さんの応援が必要です。今すぐグッドボタンを押してね。よし、まずはお腹を開きますよ。ほほ、骨を一旦抜いて心臓を入れ替えます。鉄の心臓にすればもう落ち込まない。肺は2つあるけど4つに増やしちゃいましょう。胃も腸も大きくして、腕はもう付け替えよう。足にもバネをたくさんつけて、頭には計算機をドーン。はい、これで縫い合わせていきます。できたぞ。私の最高傑作だ。最強つくもの完成。これが最強の私？きっと最強すぎてびっくりするでしょう。さあ、お家へ帰りなさい。クモリン先生、ありがとうございます。ただいま。あ、つくも帰ってきた。つくも、この問題がわからないんだ。また教えてくれる？25+9=34。あ、つくもありがとう。その次の問題の答えは58。え、ありがとう。その次が20、その次が34、その次が78、104、56、35、76、98、46、87。すごい、つくもがどんどん解いていくよ。ドリル丸々一冊終わっちゃった。つくもすごい。あ、私一体今何を。つくも、私にも教えて。うん、その前にご飯作ってくるから。本当に私最強になっちゃったのかしら。
敗かしら。おいしすぎる。レストランの味がするよ。つくも見て、ミシュランガイドにつくも載ってるよ。三つ星だってすごい。嘘、まさか本当に最強になってる。やった。ご飯の後は縄跳びで遊ぼう。よいしょよいしょ。私もやってみるわ。ほっやっ、はっ、戻ってこれたわ。つくも、次は鬼ごっこしよう。いいわよ。じゃあ鬼決めじゃんけんね。じゃんけんポン。わー、ゴリラー。ちょっとどうなってるの。一旦お家に入らないと。ドアが壊れちゃった。そうだ、まだ紹介してないぜ。やめてよ。
ほんと落ち着きのない人たちだわ。待ってよ。やれやれ。俺様のゲーム機。大変だ。本当にさん。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。バラバラだぜ。大丈夫？何があったの？うまく話せないみたいだぜ。ひどいことするぜ。許さないんだから。僕たちでバラバラにした犯人を捕まえよう。うん、そうだ。みんな早すぎるわよ。ゲーム機渡せ。それどころじゃない。なに、まずはこの事件の犯人を捕まえなきゃ。そう、この名探偵コさんが。真実はいつも一つ。ねえねえ、ちょっと一体何が始まったの？僕は天才探偵クモーリコモロン。オイラたち天才少年探偵団犬彦。タコだよ。タコはそのままなのね。みんなもグッドボタンで僕たちを応援してね。助けてくれ。うん、どうしたらいいかわからない。ねえおじちゃん、ここになんかくぼみがあるよ。ここには出っ張りがあるぜ。穴に合うように体をはめればいいんじゃない？そんなわけ。ああ、これここにぴったり。これはここにぴったりだぜ。もう僕もそう思ってたよ。くもーり小五郎はちょっとおまぬけさんね。面倒くせえのに巻き込まれちまったね。これは尻尾のところか。ここは塚がつながるぜ。足がうまくつかない。組み立てる順番があるんだ。これを取ってからつなげてみよう。あ、ありがとう子さんくん。僕だって負けないぜ。僕たちにいろいろ話してもらおうか。あ、もう道を歩いていたら突然何かがぶつかってきたんだ。すごい力で地面に叩きつけられて、気づいたらバラバラに。オオカミさん、顔は見た？一瞬だったから顔もわからないんだ。顔がわからないんじゃな。あ、でも声は覚えてるよ。それはどんな声でしたか？なんか低い声だったような。なるほど、これは大事な手がかりかもだぜ。それにしてもこの岩は何だろう。考えすぎか。それで犯人はもう分かったのかしら。まあ俺様は帰るぜ。ちょっと待った、犯人はこの中にいる。特に怪しいのは、誰だっけ？ノイズ、猫夫人、そしてソーダおじさんの3人だ。コさんくん、かっこいいね。なんで私まで？そうだ。さっき狼さんも言ってたぜ。声が低いのはこの3人だ。私がバラバラにした証拠なんてないわよ。俺様もだ。そうだ。証拠は、あ、あれは。あ、おじちゃんどこ行くの？バナナ発見。こんな大事な時に。いただき。で、それバナナじゃない。動物の足だぜ。もう、なんなのよ。俺様をさっさと帰らせろ。もしかしてやっぱりここでもバラバラになってる。これはチーターさんだぜ。またこの岩。
今はとにかく体を治してあげよう。顔がはまりそうなのはこれだ。このカーブは足のパーツがぴったり。もう慣れてきたぜ。よし、これで。助かった。ものすごい勢いでぶつかってくるから驚いた。ねえ、犯人の顔わかる？顔はわからなかったけど、すごく大きい体だったような。なるほど。この謎の岩は一体、これは？これでわかった。犯人はもしかして猫夫人なんじゃ。そんな。何を言ってるの。決めつけるのは早いよ、犬ガンマン。まだ被害者はいるみたい。それはチーターさんの近くに落ちてたんだ。ああ、それは空から降ってきたんだ。近くにまだバラバラにされた仲間がいるかもな。こりゃ派手にやられたもんだ。この特徴的な手はおそらくワニ。川へ急ごう。火山くんやっぱかっこいいね。悔しい。だぜ。おお、やれやれだわ。腹減ったぜ。ワニさん、どこにいるの？あ、いたいた。またこの岩。助けてくれ。今直してあげるね。あとはコサンくんたちに任せなさい。オイラも負けてられないぜ。これは長い尻尾かな。これは手の部分だね。ここはまっすぐにつなげるんだぜ。ワニさんは直しやすくていいね。あとはこうしてつなげてあげれば。ワニ復活。よかった。もう早く犯人を捕まえなさいよ。何の時間なんだ。そうだ。はあ、怖かった。一体何があったんだ。俺が川でのんびりしてたら急に大地が揺れて、気づいたら俺は空を飛んでたんだ。何それ。どういうことだぜ。顔は見たの？落ちるときに少し見たんだけど、なんとそいつは笑ってたんだ。それは怖いね。なるほど、僕の推理は間違ってなかった。はい、もう全部わかっちゃいました。みんなも今までのヒントを聞いて誰だと思う？僕の推理ではスーパーミー。犯人は一体誰なんだぜ。大きくて声が低くて、そしてずっと笑ってるのは猫夫人だ。もうだからなんで私なのよ。怪しいと思ったぜ。猫夫人本当なの？いやもうそれじゃない。もう怒ったわよ。まずい、この状況をどうにかしなきゃ。猫夫人って決まり。よし、これを。えい。じゃあ一緒に警察に。くもりさん、どうしたの？すやすや。これ知ってるぜ。何？伝説の眠りの雲織小五郎。何なのよ。あれ、そういえば子さんくんは？犯人は猫夫人ではありません。本当の犯人はゾウのおじさんです。あの現場にあった岩、あれはあなたがぶつかった時に落としたものですね。そうだ。大きい体にその低いソーダの声、そして決め手になったのはその頭の鼻の笑顔だ。ワニさんが見た笑顔はソーダおじさんのお鼻なんだぜ。でもどうして？あなたはいつもいろんな動画の
そうだ。でもこの動画の最後まで待ちきれず、つい周りの動物さんたちを飛ばしていった。そうですね。そうだ。お前もなかなかやるな。そうだ。ちゃんと動物さんたちに謝りに行くんだぜ。そうだ。素直でとってもいいね。ああ、ごめん。ちょっとトイレに行ってたんだ。いいところだったのに。そうだぜ。ん？何が起きたの？ちょっと。あんたさっき、あたくしを犯人扱いしたわよね。あ、猫夫人？こらー！にゃー！なんで俺まで？おにー！あーらら。またバラバラに。なっちゃったぜ。俺様は帰るぜ。もう怒りが収まらないわ。ああ、体が飛んでっちゃうよ。この、ああ、助けて犬ガンマン、ターコ、クモリンたちが。大変だぜ。クモリンたちの体を見つけてあげなきゃ。続きはオイラたちのチャンネルネオスキッズ TV で見てほしいぜ。概要欄からネオスキッズ TV に行こう。あとはオイラたちに任せるんだぜ。ねえ犬彦じゃなくて犬ガマン。そういえば私たち何しに来たんだっけ。そうだぜ。あ、このゲームを紹介しようと思ってたんだぜ。今日紹介するゲームはこれだぜ。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦だぜ。しんちゃんって面白いね。いろんなゲームがあるぜ。思い出パズルがいいね。じゃあやってみるぜ。わあ、ひまわりが写真破ってる。任せるんだぜ。オイラが写真を直すんだぜ。パズルみたいに直していくんだね。こんなの朝飯前だぜ。できたぜ。すごい。みんなもオイラより早くできるかな。他のミニゲームで遊ぶのも楽しいね。みんな、サンサンだよ。やっほー、クモリンです。今日は何して遊ぼうかって、あれ、あー、どうしようどうしよう、大ピンチです。あれは車くん？そんなに困ってどうしたの？実はいろんな家に荷物を届けに行きたいのですが、道が壊れてて通れないのです。ほんとだ、これじゃあ前に進めないよ。だったら僕たちで車くんが通れるように道を作ろう。こんな感じの道だった気がするんですが。オッケー、僕たちに任せて。早速バラバラになっている道を並べていこう。この道とこの道をつなげるには、あ、近づけたらくっついた。こうやってどんどんつなげていけそうだね。これをピタッと、こっちもピタッと、早速走らせてみよう。せーの。あ、違う方向に行っちゃった。あれ、ちゃんと道はつながってるのに、なんで。どうして違う方向に行っちゃったか、みんなも一緒に考えてみよう。まっすぐの道に変えちゃおう。きっとこれでいっちゃう。
この調子でどんどん道を作っていこう。次の道は、あ、ところどころ道が壊れてる。どれを置いたら道が完成するかな。ここはまっすぐにしたいから、これ。じゃあここは丸く一周させたいから、これ、どんどんくっつけちゃおう。ここにピタッと、ここにもピタッと。これで一回走らせてみよう。せーの。あ、どこかで間違えちゃったみたいだ。ここで止まっちゃったから、ここの道を変えて。みんなはどの道を置くのが正解だと思う？わかったお友達はグッドボタン。こことここをつなげないといけないから、わかった、この道だ。早速走らせて。やった。考えて道を作るのって楽しいね。早く次の道も作ろうよ。次の配達は少し高い場所にあるので。ほんとだ、なんだかちょっと難しそうだね。大丈夫大丈夫、天才くもりにお任せあれ。まずはここをピタッと、こっちもピタッと、ピタッとピタッと、スロープなんかも置いちゃって、じゃじゃーん、完成。ちょっとくもりん、道が途中でなくなってるじゃん。そこはピューンって飛び越える場所だよ。飛び越えるってそんな無茶だよ。クルマくんもそう思うよね。飛びながらの配達、なんだかかっこいい響き。私飛びます、飛びます。おっと、まさかのノリノリ。それでは行ってまいります。
これが私の配達魂。おもちゃ部でも今日紹介したおもちゃを借りて遊べるよ。今日のおもちゃが気になった子はおもちゃ部をチェック。こんにちは、つくもよ。バレンタインだからお菓子を作りたいんだけど、何がいいかしら。やっほー、サンさんだよ。生チョコなんてどうかな。バナナ大好きくもりんです。チョコと言ったらチョコバナナでしょ。どっちもいいわね。ギャッギャッギャー、ノイズ様参上。なんかおいしそうなもんがたくさんあるな。あ、ノイズ、お菓子を作るんだから返しなさい。にゃー、そういうことか。それなら俺様と勝負ってのはどうだ。勝負、すっごくて面白い。お菓子を作った方の勝ちだ。そんなの無理無理。やるわ。望むところよ、ノイズ。女の意地を見せてやるわ。そこも落ち着いて。応援してくれる子はグッドボタン。勝つのは俺様だ。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。まずはこれを使いましょう。これでクモリンを作るわよ。ポーク、まずはホワイトチョコを溶かすわよ。お湯を使うときは大人の人と一緒にやってね。そしたらフェンジパイの半分にホワイトチョコをつけるわよ。わー、白くなった。チョコが固まる前に半分に折ったバナナチョコを角っぽくつけたら、冷蔵庫でチョコが固まるまで冷やしてね。そうだ、ノイズがどんなの作ってるか気に入ってきます。俺様が使うのはこのバームクーヘンと大量のマーブルチョコだ。この穴の中にマーブルチョコを入れてっと。なにあれなにあれ、みんなに知らせないと。クモリン遅いな。そんなに慌ててどうしたの？ノイズがすっごいのを作ってたの見ちゃったんだ。このままじゃ僕たち負けちゃうよ。それじゃあクモリンにお使いを頼もうかしら。いいけど何を買ってくるの？アンパンマンチョコよ。え、アンパンマンチョコ？それだけで本当に大丈夫？大丈夫よ。この間に私たちはこれを完成させちゃいましょう。はーい。次にやることは顔を描くことね。チョコペンをお湯で溶かして、はい、サンさん。え、僕？クモリンの顔を描いてちょうだい。わかった。まずは目を描いて、次は口ね、ほっぺも描いて、できた。とっても上手よ。こっちは好きにデコレーションして、クモリンゲンジパイの完成よ。ただいま。お、クモリンおかえり。はい、アンパンマンチョコ。ありがとう。これをどうするの？サンさんにするのよ。今度は僕？黄色いチョコペンでアンパンマンの顔を塗りつぶしちゃいましょう。あー、アンパンマンだ。赤のチョコペンでサンさんのひらひらを描いていくわよ。下にクッキングシートを敷くのを忘れないようにね。かけたら冷蔵庫で固まるまで冷やすわよ。固まったみたいだよ。そしたらチョコペンで顔を描きましょう。目と鼻と口とほっぺ。これで棒付きサンさんチョコの完成よ。ダメよクモリン、勝負が決まるまでは食べられないわ。この穴をこれで塞いで、周りはホワイトチョコをたっぷり塗
チョコペンでジャーク。俺様特製イケメンノイズ様のチョコバームクーヘンだ。早くあいつらに見せて負けを認めさせねえとな。可愛くラッピングもできたわね。可愛いだけじゃ俺様には勝てねえぞ。あ、ノイズもうできたんだ。俺様の傑作を見たまえ。わあ、何これ。ずいぶん大きなものを作ったのね。見た目だけじゃないぜ。切った中からマーブルチョコがドッカーンだ。すごい。私たちのもすごいわよね。そうそう、じゃじゃーん。くもりんげんじパイに棒付きサンサンチョコよ。そんなの俺様のこれには勝てっこないぜ。確かに確かに、僕たちのもすごいけどノイズのもすごいよね。僕だったらどっちも全部食べちゃうな。あ、くもりん危ない。くもりん大丈夫？にゃー、何してくれてんだ。ごめんなさい。あれ、落ちたお菓子はどこ行ったんだろう。キッチンが汚すぎて見つけられねえじゃねえか。困ったわ。あ、そうだ、みんなに協力してもらおう。そうしよう、そうしよう。キャラパフェ2月発売号の紙面に探し絵があるよ。私たちが作ったお菓子をその探し絵の中から探してくれるかしら。俺様のはすげえからすぐわかるよな。みんなの力を貸してくれる。詳しいことは概要欄をチェックしてね。早く見つけて食べたいな。いいからお前も一緒に探せ。はい。サンサンパトロール、サモリンレスキュー隊。ほら二人とも散らかしっぱなしはダメでしょ。暗くなる前に戻るのよ。はい。みんなも遊びに来てる。早く遊ぼう。次何して遊ぶ。もう暗くなっちゃったし帰ろうよ。もっと遊びたかったな。誰か！
ゾンビさんが行っちゃった。今のうちにクモリン、ダンダン、早く逃げよう。もうやだ。二人ともこっちよ。怖いよ。ダンダンクモリン、お家に着いたわ。二人とも早く。うわあ、クモリン、暗くなるまでに帰ってきなさいって言ったでしょ。あのゾンビさんは遅くまで遊んでる子を狙って連れ去ろうとしてたんだわ。ごめんなさい。うわ、心配させないよ。じゃあさ、今度は遅くまで部屋でゲームしようよ。いいね。遅くまで遊んじゃダメでしょ。いやー、ごめんなさい。パウパトロールで遊ぼう。僕サンサンだよ。今日はマーシャル役をやります。やっほーい、クモリです。僕はチェイス役やります。やっほー、ビビーだよ。僕はラブルになる。みんな、プリルだよ。私はスカイ。今日もみんなで楽しく見てね。よし、じゃあ張り切って。トラブル発生だ。タウンステーションに集合や。了解だて。一体何があったの？正義が騒ぐぜ。
ここが町だね。よし到着。町のみんなが逃げ回ってる。この虫さんたちどこに向かってるんだろう。まずは町の人たちを避難させな。了解。わあ、助けてくれ。こっちだよ。私に捕まって。どこに逃げればいいんじゃ。さあみんな、ここに乗って。みんなをどこに連れてけばいいよ。あそこの公園なら虫さんいないよ。よし、スカイありがとう。はい、どうぞ。助かった。あ、何があったんよ。それが、わからないんじゃ。僕たちの町の遥か向こうに虫さんが住んでいる森があるんだけど、突然町に乗り込んできたんだ。一体どうして。私たちの町はどうなっちゃうの。大丈夫、その任務お任せだぜ。このフライングビークルがあれば。うわあ、あっちから。助けてちょうだい。こっちからも。ああ、どうしよう。とにかく手分けしていこう。バジャー。じゃあラブルと私はあっちに行ってきます。僕たちはこっちだ。よし行くぜ。お願い、パウパトロール。助けを呼んでる人は。どこどこ。ああ、マジだ。誰か助けてちょうだい。ハーゼル、任せなさい。パウパウ、燃えてきた。熱いわ。今助けてあげるね。このはしごを使って。助かったわ。今度は火を消さなくちゃ。よし、狙いを定めて放水開始。マージャルさすが。どんな問題。まだ誰かいるみたい。瓦礫をどかしたいけど、もう水が出ないや。はーい、ここは俺の出番だね。そりゃー、その任務お任せだぜ。狙いは外さないぞ。はっしゃー。隠れてる虫さんがいるかもね。スカイたち大丈夫かな。スカイ、なんか見つかったか。虫さんがどんどん進んでる。助けてくれ。あ、この先で助けを呼んでる。変形ビュビューンとひとっ飛びよ。今行くで。大変、山が崩れてる。岩で閉じ込められて動けないよ。ラブル、手伝って。今向かってる。こんなところに大きな岩が。よし、こんな時はドリルの出番よ。ラブラブラブっと言ったんで。ラブル、
粉を溶かしてあげよう。ブルッと任せとき。まっせやー、いわにロックオン。いっけー。なかなか手ごわいな。私も手伝うよ。狙いは外さないよ。ここね。ああ、助かったよ。よかった。早く一緒に。あ、なんか今虫さんがいたような。ワイにお任せ。隠れてても無駄やで。でも、まだ向こうにもいるみたい。戻ってみよう。あ、捕まえた。こっちもいた。うん、捕まえてもまだいっぱいいる。どうなってるの二人とも。さっきより増えてない？どこに向かってるんだろう。ねえ、虫さんたちの後を追いかけてみよう。謎を解決するぞ。もう何か変わったようなこと。あれは何かあった。いるのかな。すみません。ちょっと怖がっちゃうじゃん。ここには誰もいません。いるじゃん。どないしたんや。虫さんだらけでここも危ないよ。僕は大丈夫ですから。どうしよう。ここが怪しいのに。一体どうすれば。あれ、チェイス。はいはい、失礼。わあ、なんだなんだ。あ、これは甘くて美味しいフルーツ、バナナ。いや、大きすぎ。ああ、見つかってしまった。どうしたのこれ。僕はバナナが大好きで、みんなに内緒でバナナを育てていたんだ。独り占めしようと思ってたら、匂いをたどって虫さんたちや町にやってきてしまったんだ。そうだったんや。こんなことになるなんて思わなくてごめんなさい。もう落ち着いて。じゃあこのバナナもらっていい？僕はどうすれば。このバナナでおびき寄せるんだ。森に持っていくんだね。そうと決まればビュビューンとひとっ飛びよ。ブルッと任しとき。パウパウ、燃えてきた。ほら、虫さんたち、おいで。こっちだよ。うまくいってる。おいでおいで。はい、召し上がれ。バナナを食べて大きくなるんだよ。街はどうなったかな。あ、街も落ち着いたみたい。ありがとう、パウパトロール殿。僕、もうバカなことしないよ。みんなが無事ならいいのさ。これにてパウッと解決。
何かっこつけちゃって。またどこかでトラブル発生だ。みんな行こう。よし、現場に出動。どんなトラブルもパウッと解決。パウパトロール全員集合。今日遊んだおもちゃはこのフライングビークルたち。ゲーム。マーシャル。ラベル。パカッと変形させていっぱい楽しんじゃおう。ソレド。次は3月にタカラドミーチャンネルで新しい空の基地の動画も公開するよ。なにこれ。その名もエアパトローラー。みんな動画を楽しみにしててね。強くなれる理由を知った。僕を連れて進め。やあみんな、俺は三次郎。家族みんなで。やあ諸君、これは雲僕京次郎だ。家族みんなで楽しく見てくれたまえ。動画を見るときは少し離れてみるんだぞ。もうクモリン、いつもかぶせてくるんだから。あれはクモゴク京次郎だ。はいはい、あと服も作らないとね。あ、僕も服作ろう。あ、線が曲がっちゃった。あった。これでよしと。たちが貯めつけてやる。なんでそんなこと。サンジロン、ここは戦うぞ。クモリン、いや、わかったよ、クモゴク。刀を抜くんだ。あ、しまった、僕たち刀作り忘れてた。なぬけめ。そうだ、あれを作ろう。まずは2回三角に折って広げるよ。何を作るの。体を守るものさ。この両端を真ん中まで折って裏返す。そしたら上と下の端を真ん中まで折ろう。次は真ん中に向けて全部の端を折るよ。角度を変えて真ん中の端を残してあとは広げよう。下の角をここの折り目に合わせて折って、そしたらこの縁に合わせてここを折り曲げていくよ。反対も同じように両面の角を折り目に合わせて折るよ。そしたらこの線に合わせて折って広げよう。ここを折って持ち手を作ったら縦の完成。さすが
クモリン、この盾で時間稼ぎして、僕はその間に刀を作る。いいのも守り抜いてみせる。みんなもグッドボタンで応援してね。舐められたものだ。いけー、全集中。三次郎、どうなってる？あとはペンとテープで。しまった、材料が足りないじゃないか。なに？もう終わりだ。シフォン、こんなもの。わー、に逃げよう。わー、逃げても無駄だというのに。一輪刀が作れないと鬼が。あの、こんにちは。いやー、いやー、返せ。どうしよう。踏みつぶしてやる。よいー、もうダメだー。やめるんだ。うわー、覚えてろよ。すごい。君たちは一体？僕はただのハサミさ。この子はペットのテープ。鬼の仲間じゃないよね。あ、よく見たらさっき使ってたハサミとテープだよ。僕はただ君たちを助けに来たんだ。そうだったんだ。あのハサミ鬼を通さないと元の世界には戻れないよ。そんな。ねえ、なんでみんな襲ってくるの？それなんだけど、実はみんな君たちの…また鬼だ！どうしよう！僕たちを使って刀を作るんだ！わかった！そうはさせんぞ！じゃあ！そんな！記述、落書き地獄！そうはさせない！やめなさい！僕たちが使ってたペン？お前らのせいで私はみんなとはぐれてしまった。そうだったんだ。ねえ、それってさっきの？そうだ、僕たちがちゃんと戻さなかったから。ねえ、こっち来て。やめろ、何をする。ああ、待ってよ。確かここでさっき。なんだ、貴様らのこのこと戻って。みんな、お前さん、やっと会えた。僕だけはぐれてとっても辛かったんだ。もう大丈夫さ。よかった。あとはハサミ鬼たちだけだね。みんなも揃ったし、一輪刀を作ろう。うん、まずは黒い紙を細く折りながら巻いて、先の角を少しだけ折ろう。今度は赤い折り紙を半分より短く切って、テープをつけながら巻いていこう。またテープで留めよう。最後に刀のつばを作るよ。小さく切った折り紙を用意してね。真ん中に向けて角を折って、同じようにもう一回。そしたら半分に折りたたんで、真ん中をハサミで切り込もう。そして絵をつけて差し込めば完成！うむ、素晴らしい！もう調子いいんだから！それじゃあハサミ鬼の元に行こう。危ないからテープはここで待ってて。みんなにひどいことしちゃってごめんね。元の世界でまた共に遊ぼう。うん、ありがとう。ハサミ鬼たちにも謝らねばな。あのハサミ、どこかで見覚えがあるような。そうだ、二人に話さないといけないことが。また会ったな。ハサミ鬼、話を聞いてくれ。うるさい、今まで辛い思いをさせおって。行け。今度はやられないぞ。水の呼吸、一の型、水面斬り。
級一の方、知らぬい。おのれ、八つ咲きにしてくれる。何？もうやめて、お兄ちゃん。ありだと？あ、思い出した。ハサミ鬼はずっと前に部屋でなくしたハサミだ。そうか。そうだ。俺様は勝手になくされて、代わりにお前が来たんだ。うおー、やめるんだ、みなもぎり。みんな、ごめんね。ハサミ鬼も一人で辛かったよね。僕はまたみんなで工作したいんだ。弟よ、またみんなで遊ぼうよ。俺様の負けだ。元に戻ったみたい。あ、みんなも戻ってる。今度はちゃんと使うからね。それじゃあ工作の続きでもしますか。うん、またよろしくな。レゴは楽しいな。ふんふんふん。あ、みんな、やっほやっほーい。サンサンだよ。くもりんです。今日も家族一緒に楽しく見てね。今、僕たちはレゴで遊んでるんだ。次は何作る？あ、そうだ。どうしたの？今日はこれも使って遊ぼうよ。あ、マインクラフトだ。僕、見たことあるよ。今日はこれでお家を作っちゃおう。はーい。じゃあまずはマイクラって家とか作るんでしょ？あー、クモリン先に遊んでずるい。ほい、できた。ただの四角じゃん。もう分かってないな。これでしょ。家賃さん、ちゃんとお家でしょ。僕の方が大きいもん。そんなんじゃあいつかに壊されてしまうぞ。
大事な道具も忘れずに、それでここはこうで、ここはこうして、はい、ここ組み立てました。あー全然違う。あーひどい。もう邪魔しないでよクモリン。僕も頑張ってるの。そういえばずっとご飯食べてない。お腹すいた。くんくんくん、クモリンどうしたの。くんくんくん、どこ行くのさ。くんくん、あーやっぱり畑だ。クモリンすごいよ。はい、クモリン天才です。ひどいこと言ってごめん。クモリンすごいとこいっぱいあるじゃん。よし、じゃあまた始めますか。ふむふむ、これをこうして、うんうん、いい感じ。
ゃん。くもりん、一緒に遊ぼう。あら、くもりん、ちょっとちっちゃくなった？そう？気のせいじゃない？そうね。それより、今日は何して遊ぶ？それじゃあ、かくれんぼがいい。くもり？だって、前にやったらすぐ見つかっちゃったんだもん。だから、もう一回やりたい。私も面白かったから、もう一回したいわ。じゃあ私も。それじゃあ、かくれんぼに決定。まずじゃんけんで鬼を決めるよ。じゃんけんぽい。私はどこに隠れようかな。私をつけたら美しい作品の出来上がり。あともっと可愛く飾ってっと。私天才かも。絵だから目立っても大丈夫だし、これは勝ったね。みんなもう隠れたかな。どうしよう。
大きな箱になったね。できたらこの大きな面にこうやってコの字型に線を描いてカッターで切り込みを入れよう。できたらここの上と下をつなげるように薄く切り込みを入れるよ。そしたら切り込みをゆっくり持ち上げて開けるようにしよう。あとは扉の取っ手をつけて周りを床の模様の紙を貼って飾り付けよう。みんなはもうわかったかな。これは床に見せかけた僕だけの隠し扉さ。とうとう床を作っちゃうなんて僕は天才だね。これは勝った。998、999、千。もうどれだけ数えさせるの。もういいよ。やっとか。みんなどこかな。ジロ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 。私は葉っぱ、私は葉っぱ。数えてばっかりでお腹空いちゃった。こんな時はバナナショ。私もお腹空いちゃったわ。あーうまい、もう一本。美味しそう。うん、誰？しまったわ、ここには喋るものなんてないよね。詳しくは動画の概要欄を見てね。